こんにちは。今日は白金カイドのベンジンの入れ方についてご紹介します。まずは蓋と触媒を外します。よいしょ。ここに燃料のベンジンを入れます。専用のカップをつけて、ベンジンを流し込みます。流し込んだら、このカップを90度回します。あとは火をつけるだけです。完了です。温かい。周りを暗くするとこんな感じです。赤く光ってますね。ご視聴ありがとうございました。